皆さんこんにちは、中村太一です。今日はスペシャルなゲストの棋士の方々に来ていただきまして、ありがとうございます。お願いします。じゃあ軽く自己紹介を富さんからお願いします。はい、富山琴です。ちょっと遊びに来させてもらいました。はい、よろしくお願いします。プロ棋士の室谷由紀です。中村太一チャンネルには久々にお邪魔してます。よろしくお願いします。ありがとうございます。女流棋士の武田美玲です。初めて中村先生のチャンネルにお邪魔します。よろしくお願いします。今日はですね、皆さんに集まっていただいたんですが、棋士は結構記憶力がいいっていうイメージあるじゃないですか。それがどうなのかっていう検証にちょっとみんなで楽しくやっていきたいなと。はい、大丈夫ですか？すごい暗いイメージ。トムさん強そうだし。いや、もう視聴者はもう絶対強いだろうみたいな。記憶力で勝負してないんですよ、俺は。記憶力がないと思います。いいねー。あ、弁当だ、弁当だ、弁当だ。弁当だ、リアルね。やっぱり棋士なんで、一番B はちょっと、なんかモノマネぐらいでどうですか、棋士のモノマネみたいな。あー、モノマネ。怖い。モノマネって、攻めるね。あれはでもビリになんなきゃいいよね。はじめさんもビリになったら。俺もですか？俺は仕事ですけど。いや、恐ろしいな。いや、ちょっと何かあった方が気合い入る。わかりました。じゃあ自信ないですけど、はい、お手柔らかに。じゃあ行ってみましょう。じゃあじゃんけんでいってもらっていいですかね。最初はグー、じゃんけんぽい。じゃあ一緒。今出来ました。あ、そっか。あ、じゃあ一発目でこういきますか。はい、よろしくお願いします。お願いします。まあ一発目はそれ無理だよね。色は関係ない。ちょっとすいません、覚えよう。色関係ない。数がそれ。数がそう。はい。なんか3号とかそういうふうに覚えないんだよ。3号。じゃあ、書類は覚えよう。じゃあ。お、あれ？あったね。あいつさ。あいつさ。さすがに。いや。さすがに。ごちそうさまでした。ちょっと作ったのね、ね、ヒノキ。ちょっと今、女性から非難が出てきて、大丈夫ですか？すいません、ちょっとラッキーでした。そうですね。うん、まあ、こんな感じですかね。こと、ね。いやー、全然ですね。ヒノネコわかんない人多いな。いや、なんか、イキちゃんがね、全部覚え、なんか真剣モードなんですよ。怖いんですよ。すごそうな感じが。とりあえずこの辺からいってみる。おお、絶妙にね。絶妙ですね。どこ引いてないかも覚えてない。どこ引いてない？ 3？ じゃあ、いや、取っちゃったかな。あ、そうか、ここは取っちゃったな。あれ、絶妙。あれ、なんか3あった気がするな。あれ？いや、なんかでも相当引いてる。あ、大したの取っちゃったんだ。そうだ、そうだ。私か。見つけた。いや、え、今11どこでした？これ、あれ11あったよね。え、あったよ。あったっけ？あった。ちょっと待って、11今どうやって引いたんでしたっけ？これが11なの。これ11でしょ。
ちょっと待ってよ。俺さっき11引いた気がするんだよ。自分で引いたんだよ。え？すげえ。え？すごい。ちょっと待って、ちょっと待って。これですよね。ここで間違えた。いやー、いやー、もうこれで満足ですか。もう一個取って。すごい。マジ？いやー。チューは見てないな。超真剣。みんな超真剣になってきて。でもいいっすね、騎士道。いいっすか。見よう。あ、惜しい。でもこれ一通り出てますね。うん、確かに。今これ何でしたっけ？九と七。九と七ですね。うん、おない。九と七したね。確認入った。うん。じゃあ先輩を。おお。よかったよかった。とりあえず一個取ったら安心だ。やばい、一応読まれてないね。この辺出てる10あ、出たわ、10 10あった気がする。あったね。同じ引いた俺。いやいやいや、真剣になってきた、真剣になってきた。もうだって今どこ引きました。俺この辺引いた。この辺40だったね。ここでしたっけ。それもだんだん怪しく自分でさっき聞いたのが今4個です。うん、だいたい見えたの、うん、でも相当全部見えた。見えたっすね。見えたの。あ、6これです。おお、すごいこれですね、ドクター。さすが。でもなんかさ、これさ、嬉しくてすぐ収めないあたりがさ、慣れてるね。ね、ね、私これだけ取るよみたいな。3回目ぐらいですよ。あ、8はおぉ、すごっ。マジ？でもだいぶ出ましたね。やばい、なんか余裕を。すごいね、覚えてるんだ。おあ、13。すごい、すごい。え、やばい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 、ちょっと怖いよ。怖いって。嘘だし、引いてないとこって。どうした？あ、12は1個。なんか見た、なんか12見たね。どこだっけ。あ、でもはじめさんかと。おお、そう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 だ、ここだ。ちょっと、やばいよ。やばいよ。戦っちゃいけない人と戦ってるじゃないですか。しかもさ、なんか、動揺して忘れちゃってるんだけど。どこを取ってない、取ってないとか言った方がいいですよね。若いからすごい。確か、若い一番、この中やばいから。すごい。マークとかついてる。おぉ、何連続。ちょっと何連続これ。1、すごいじゃん。これ何連続中。2、3、でもまだ残ってる。4、5、5連続。マジか。やばいやばい。なんかあったね。あ、それ9。引いたね。引いたね。まだ出てない。え、9一回引きましたよね。一回見た。どっかで見たけど。そうだっけ。ね、9。すごい。なこれ。マジで。いやでもだいぶ月だいぶ月きましたよね。いやでももうどうなってる。今覚えた。もうプロの人これ。プロの人だよ。すごい。書いてんじゃないの。本当だね。かなく浮かび上がってる。それがこれ出てたね。すごい。やばい。見えてる世界が違うね。いや、全然覚えられない。あ、でも9も出たですね。9分かんない。あー、惜しい。何連続取ったの。これすごいね。すごい。もう起きた。1、2、3、4、5、6、7。でもまだ多分残ってますよね。でもほとんどさ、出たやつ取られたね。マジ記憶にないわ。一掃されました。やばい。いや、出たやつがあったなって思うけど。いや、でもまだあるよ。あれ結構ある。なんか、うん、見たいけど。1回は出たの。これも今の衝撃で忘れた。今の衝撃で。ちょっと変な、変な、変な。そろそろ。おぉ、すごい。すごい。ラッキーね。ラッキー、すげえ。いろんな特殊能力持ってるから。2に愛されてる。2に愛されてますね。でも2出てないもんね。おっ、奇跡
奇跡。持ってますか？すごいね。持ってますか？持ってるかもしれない。やばい。奇跡だ。愛されてる。やばいとこだけ勝てるね。男性に頑張んないと。じゃあ、まあ、ここ。あ、8。8出た。あそこかな。あ、いや、そうだよね。確かなんか1回出たよね。確かに。すごいね。その上を思い出した。あ、10。あ、1回出た。出た、出た、出た。出たね。見たね。いやいい顔してるなと思って真剣な勝負師の顔してますか？してますね。いい目してますね。おれーおめでとうございます。さすが、さすが、どっちかでね。さすが、さすが、やってたんだけどな。勝負師だな。すごい、そこしか覚えてなかったのに。まだまだか。あと響くないところはこれとか言ってないか。この辺じゃないか。4ドン。いやそう。そこよっか。そっかそっかそっか。そこなんかイメージあったもん。いや強い。めちゃ強い。やばい。いや、あ、すげえ。一回出た。ちょっと一回目。そう。結構来てるじゃん。すごいじゃん。抜いた？やばい。抜いたかもしれない。6セット。まだレイちゃんか。14だから7セット。天才です。やばい。6セット7セット。やばいよ。ちょっと、え、どうなっちゃってんすか？あんの？でもこれが普通なの？これ、いや、ちょっとでも特殊能力入ってたとこもありましたよね。ここを取るって、まあ、でも勝負、うん、いや、やばいよ。全然覚えられないんだけど。あー、9。あ、9よ。見たね。あー、そっか。ええ。これ出てないじゃん。ってこれ出た。出たよね。もう忘れてる。いや、全然覚えてない。さっき9と10でちょっと悩んでたんだよね、ここ。え、でもだいぶここまで来たら、もう、やばいですね。行っちゃう？いや、無理やろ。いやー、これも全部行ったらやばいよな。いや、でもなんか、ハマってきたらいけるんじゃないですか。でも、あと、4個ぐらい残ってますよね。え、そうなの？取ってないの。だからそれ以外でいけば。どういうんだろう。大会出た方がいいっすね。ね。本当だね。確かに。引いてるもん、ちょっと。あ、そうだ。おえー、すごい。すごい。ブラボー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 。いや、これ失敗。Oh my god。これやばい。あ、これ絶対出た方がいいっすよ。うん。世界が違う。あ、すごいよ。世界が。あ、そっか。私が言ったら、あ、引いたやつだよね。誰が引いたかも。もう何にも。え、序盤ですか、結構。1初めてか。いや。え、終わった。1あったんだ。嘘だ。あったっけ？ 1 なのに覚えてない。タイさん覚えてる？これ、あ、いや、ちょっと抜かれてるから。いや、そう。これ出たんだ。出たの俺なんか夢でも見てたのかな。すげえ。これ記憶にない。もう覚えられない。2週目ぐらいです。最初にすごすぎる。5か。ここ出てたな。回ってこない俺に。手番が回ってこない。権利がない。いや、すごいわ。いやー、すごい。え、これ神回になるんじゃない？神回とは、俺、こんな強い人いるの？さっぱりしちゃいましたね、全部ね。さっぱりしちゃいました。全部さばけた。被害者のごとくさばけちゃった。本当だよね。俺がさばけたってやつだよね。え、これもういけそうじゃん、だって。うん。2、3個特定できれば。2個？ 13 か。13。これ？違うわ。ここだった。こっちの方でなんか13ってだった。ここで取りますね。そうだよね。これがね、消去法。うわぁ、消去法ですよね、今。消去法。これ取ってなかったし。やば。え、なんか特技に書こうかな。本当だね。書ける。書いても恥ずかしくないですよ。あ、10。あ、やばい。これは出たね。これはね。これだね。すごい。これは、これ引いてない。12引いてない。これは引いてないね。あと5分の1だ。うっかり当たりそうな感じになってきた。
嘘でしょ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 、嘘でしょ、嘘やん、嘘、絶対嘘やん、やばいやばいやばい、嘘やん、いや、さすがに見てない、これさ、これ当ててましょう、これ当てたかも、どこあったか、嘘やん、変な汗がきて、やばやばい、変な汗が出てきた、すごい、わっ、え、やばい、なにこれ、こんなことある、いや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 、え、いやー、これ勝ったと思ったら、さん、あるこんなこと、いやいや、ありえない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 、絶対ありえない、ちょっとおかしいですよ、これは、やばい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 、ペットでやな、ペットでやな、すごいね、何個取ったの、本当だよ、俺一個だよ、俺一個だよ、俺も、いやー、仲良くね、俺も仲いいね、ちょっと、ほぼ全部、え、ゆきちゃんこっちやん、ゆきちゃん。いや、わけどもすごかったけど、すごかったけどね。そう。これ勝ったと思ったんですよ。負けたと思ったよ。いや、これ単を渡したのがダメです。終わった。ちょっと待って、こんなゲームでしたっけ？こんななんかさ、一回チャンスもらっただけで、あとはうわーみたいな。いやいやいや。つまりね、覚えてるところと、なんか、運っていうか、こう引き寄せる力。だって引き寄せてるところもありましたもんね。うんうんうん、なんか見えるんですか？2個ぐらいよ、か。俺もこれからなんか困ったことあったら相談してみよう。なんか売ってます？壺とか売ってます？なんか、ちょっと。いくらかで買えた。ねえ、ねえ。いや、もう俺はもう死んじゃう。すごい。すごかった。いや、すごかったですね。うん、すごいね。え、これ振り返ってね、今日がピークかもしれない。すごいね。ちょっとね、言葉がなくなっちゃいましたね。なんか、感想をちょっとお願いしていいですか？感想なのないですよ。だって、今目の前で普通にやってて、次のターンで自分は何取ろうかなと思ってたら、全部取られちゃったんですから。え？簡単めちゃくちゃ結構覚えてましたもん。いやいや、まず、なんか、まあ、2、3個は覚えてたんですけど、それでもそれで精一杯だし、だから、竹並さんの、その、1個前の、わーっていうラッシュでも、かなり動揺して、頭結構真っ白だったんですけど、そう、ここでもうすげーってなってたのに、さらに、そのメロリ君、うん。いや、勝ったと思いました、ほんとに。じゃあ、勝って、あれやりますか？あ、じゃあ、タネさんから。じゃあ、こう、こう、こうで。え、ちょっと待ってください。これ、ドッキリじゃないですよね。どういうドッキリですか？ですよね。ドッキリじゃないですよね。だって、どう、え、そうだよね。いや、モノマネを。ゆきちゃんね、だって。はい、驚いてた。そうなんだよ。え、だから、余計に驚いてますよ。あ、なんか、カード並べたら、そっか。そう。見てないから、ね、覚えたっていうのは。そう。やば。ということで、モノマネを。じゃあ、モノマネをお願いします。感想言って、モノマネ。はい、感想言って、モノマネ。ちょっと、感想言って、モノマネ。で、でも最後、はい、わかりました。じゃあ、ちょっと細かすぎて伝わらないと思うんですけれども、私が研修会の時にお世話になった幹事の先生。戸部くん、ひどいね。トランプ2枚しか取れないのかい？そんなんじゃダメだよ。どうなった？誰わかんない。僕の本当、恩師、医者だった幹事なんですけど、与田先生。与田先生。渋い。渋い。先生、細かすぎて。渋い。ありがとうございました。ということで、はい。ドッキリでした。え？ドッキリだったの？ドッキリだったの？マジかよ。どういうこと？どうやったの？いや、そうでしょ。うん、そうでしょ。だから俺はドッキリって言ったじゃん。マジで？どうやって仕込んだの？カンペ出したの？え？どこからでしょう？マジか。こいつが。これは俺がセットした。俺がセットした。で、いやいや、おかしいでしょ。だって俺は買い物も行ったんだよ。買い物行ったんですね。ゆきちゃんも買い物行った。で、その間に並べてた。並べてあった。うん。なんかでも配列順がちょっとだなとは思ったんだけど、最初。最初ね、うん。最初思いましたよ。お、うん、配列順おかしい。いや、俺でも覚えやすいなと思ったんだよね。お、規則性が。あった。お、もうほぼ、ほぼ。そうなの、うん、実はこう、2個ずらしで並べてまして、3があったら、こういう、1、2、3、4、5、6、7、8、9、こう、並べてあって、こういう。こう、1を2個ずらし。はい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 。ほうほうほう。
こんな感じをイメージ。いや、これやられたね。これはやられたね。マジかよ。いや、大体さ、モノマネさ、違うんだよ。モノマネさ、俺にかコメント求められてさ、そのさ、ドッキリ俺差しに合わされ、おかしいと思ったんだよ。マジかよ。俺、3回ぐらいドッキリ。もう、本当ですか。こんなにさ、今日最初話しちゃった段階で、これドッキリじゃないよねって確認しましたよね。今日ドッキリじゃないよねって。いや、今日ドッキリじゃないよねって。で、言われたんで、ドッキリを。二個ずらしで、このように。すごいね。並べておりました。あ、そうされてるね。いや、でも、これどの辺がちょっと怪しいなと思ったんですか。俺最初からずっと何か仕込んでるって思ってた、うん、思ってたずっとすごいで、なんかカンペ出してるからあーどっかからそう、誰かがサインを出してるんじゃないかなで、いやそうだ、買い物行ってたからあの覚える時間ないわけだ、ね、で、仮に覚えててもおかしいと確かに全部覚えられるわけないしね それもすごい、うん、だから誰かが何かってサイン送ってるんじゃないかなっていうのをさりげなく見てたんだけどこれは思いつかないねいやでもこれ回収されてた時にわかんなくなっちゃって。ああ、確かに確かに。いや、なんか、カメさんがなんか気づきそうだなって、こう、なんか、こう、こういう風になったままで、やばいわって、こう。置いてたら、ちょっと規則性に。そうそう、規則性に気づいちゃうやつだなと思って、回収して回収、途中で回収して。あのね、俺はね、気づいたのはね、この辺で気づいた。いや、なんかちゃんとトランプ切れてないんじゃないかなって思った。ああ、うん。なんか覚えやすいなって思ってた。そう。あの、なんかね、そう、この辺の並び連続してたもんハロー86で5でこの辺のとこが覚えやすくてでこの辺がこうだったから俺七並べはやるからなんか七並べっぽいなと思ってて切れてないんじゃないかなって思う切りが甘いなと思ったのあドッキリやりますかね俺でもおかしいなぁなんだよ本当意外とでも取れてしまったからもうそろそろ行かないと、うん、確かに確かにそうだね、そこら辺は。いや、なんか、全然覚えてない覚えてないって言うから、ヘルプ出してるのかなと思って、ちょっと先に行こうと思って、行ったらそれを超えていく超、超能力者みたいなのをやった方がやばいです。すいません。すいません。大変失礼いたしました。いや、全然。ちょっと俺、ドッキリかなって疑ってたから、つまんなかったね、じゃあ。いや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 、いやもう最高でした。綺麗にだ、綺麗に。いやあの、リアクションポテト。リアクションが最高でした。期待したいですね。確かに、あの辺は全然疑ってないですよ、うん、はい、皆さん、はい、詐欺には気をつけてください劇場型もありますんで、はい、楽しかったです楽しかったです、ありがとうございましたいや、チャンネル登録あ、そうですね、チャンネル登録と高評価もぜひよろしくお願いしますよろしくお願いしますありがとうございましたありがとうございました